山口敏太郎のアトラスラジオ、今、3月に入ってるんですけども、いろんな体験談をいろんな人にインタビューを取っております。ほんで今回はですね、腰痛のですね、坂戸先生という僕の友人のご紹介で N さんという方から、不思議な話が聞けるということなので、今ちょっとお電話をつないでおります。じゃあちょっと呼んでみましょうか。 N さん、もしもし、 N さん、もしもーし、もしもし、あ、聞こえますか、もしもし、あ、もしもし、聞こえますか、あ、なんか、いや、あの、これインターネットで流すラジオだからっていう本名を言わない方がいいと思って N さんと呼んでたんですけど、あ、ごめんなさいです。いいんですか、って流しちゃっても、あ、流さない方がいいね。じゃあもう一回最初からやり直しますね。ちょっと、あの N さん、 N さん、アルファベットで、山口敏太郎のアトラスラジオ、3月に入ってだいぶ暖かくなってきたんですが、相変わらず、あの、東京とかですね、周辺で UFO を見たとかですね、宇宙人にさらわれたという体験談を今サンプルで集めております。で、今年また何冊か本を発売するんですけども、その取材を兼ねて、山口敏太郎のアトラスラジオでいろんなことのお話を、紹介しております。で、今回はですね、僕の友人で坂戸先生という腰痛の先生がいるんですが、坂戸先生のご紹介で、まあ、アルファベットで N さんという匿名の方から非常に面白い話を聞けるということでお電話をつないでおります。じゃあちょっと呼んでみましょうか。 N さん、はい、N です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それで、あれですか、お住まいは東京都内ということですかね。とかですね、っていうとこです。あ、そこまで行っちゃっていいんですか。なるほど。年齢はおいくつ、何十代になりますなられます？60代です。60代で。それで、はい、何か不思議な体験をしたという聞いたんですが、どのような体験ですかね？はい、どこから話していいかわからないぐらいいっぱい何回もしてるんで。ああ、それ若い頃から いっぱい。そうで、もう小さい時からね。あ、小さい。まあ、最初の不思議な体験っていうのはですね、はい、あの、5、6歳の時に日蓮を描いてるんですね。5、6歳、ずいぶん昔の話ですね。そうですね、はい、でその時後ろから何か来るっていうのを感じたんですよ。ああ、道端で座って絵を描いてたんですか。座っててね、で、ハッと思って思ったんですけど、何でもなかったんです。何もいなかった。で、うん、で一緒に遊んでる子供たちが、お前引かれた引かれたって大騒ぎしてるんですよ。お、引かれたぞお前って友達が言うわけですか。うん、はい、で僕ね、何でもないよって言ってたんだけど、いや、引かれたって言うんです。引かれた、どうやって引かれたのって言ったの。頭の上オートバイが通ってったって。ああ、でも本人は引かれた感覚がないんですか。ない、全然ないですね。で、何のも異常もないしね。え、怪我も一つしてないんですか。え、怪我一つ、怪我も何もしてないですね。へえ、でもそれが最初の不思議な体験の話ですよね。はい、はい、それからで、まあ、UFO 関係に関しては、はい、そうですね、初めて見たのがですね、はい、見たっていうか、伊豆スカイがありますよね。あ、ありますね、ドライブでよく通る。あそこで、はい、彼女とこの車で夜中の11時過ぎたんですかね、11月の後半ぐらい。え、昭和何十年代ぐらいの話ですかね、それ。何年なんだろう、30歳ぐらいの時だったから、30年前30年、まあ昭和の終わり頃ですかね。そうですね、はい。で、その時にたまたま鶴岡湾が、はい、大きく見えたんですよ。ああ、はい、で普段など見えないから、たまたま夜だったら彼女と、はい、あ、見えるって車止めたんです。ああ、はい。で止めて、でも夜遅いからもう帰ろうかって言った時に、はい、止めた場所と、それから帰ろうかと思った場所がもう違ってんですよね。え、どういうことですか、それ。テレポートしてる。うん、
砂利道がちょっと道が膨らんでて、そこへ止めてはずなのに帰ろうかと思った時に道の上にいたんです。あの道路の上にね、舗装された。ああ、じゃあ記憶が飛んでる、ね、どっか、そうですね、ね、うん、で、うん、円にかけたらかかんないんですよ。かからない、壊れちゃってる。うん、で、あれと思って、まあ、たまたまあの坂道だったんで、あのギアを入れて、で、脱線つけてクラッて離して円にかけたんですけど、で、それからずっと走り出して70キロか80キロぐらいのスピードで走ってる時に、真上に真っ黒いやつが、四角い真っ黒いのが、はい、車と並行して走ったんです。バーッとその時にね。かなり低い高度で飛んでる。低いでね。下から車の上、そうですね、2、3メートル上ぐらいですかね。それ見た瞬間怖いとか。いや、そういうの、もうその時少しだってわけわかんないんですよ。なんだなんだと思って。あの当時当然あの八尾純一さんの UFO 番組とかテレビでやってて、ああ、まあありましたよ。あ、これ空飛ぶ円盤だっていうような自覚はあったんですか？いや、もう全然ないですね。なんだかよくわかんないものが。わかんない。ただ、あの記憶の中にあるのはすごい恐怖心。ええ。その恐怖心っていうのは覚えてるんです。追いかけ回されるって感じですか？いや、もう真上に通ってます。直線道だったんですよね。直線道路で。ええ。で、まあ、その時彼女の顔を見てもなんか平然として前見てるんですよ。彼女は気に してないんですか？いや、分かった。分かってないのかなと思ってさ、でふっと、あ、ハングライダーかと思ったんです。で、後から考えたらハングライダーそんなスピードで飛べないんですよね。車と同じスピードですもんね。うん、でまして冬の11月ですの後半ですから、うん、そうですよね。夜ですし、上昇気流も起きないしね。普通はみんなハングライダーやる人は昼間飛んでますもんね。ね、うん、うん、でそう思ったらふっていなくなったんです。それが、うん、でバック内で懐中電気かなんか見えるのかなと思ったら何もないんですね。エンジン音とか聞こえました？もう全然聞こえないですね。音もなくついてくる謎の物体、四角い形なんですか？だから先だけ見えたんですね。三角っぽくね、四角、あの、なんていうんですか、全体は見えなくて前だけ見えたっていう感じ。 UFO の、あ、先端部分だけが見えた。うん、あ、真っ黒でね、四角い、だから先端から見ると真四角か三角形なんでしょうね、きっと。ああ、それは特になんか赤い点滅があったとか、なんか光ってたとか、そういう、何もなかったですね。ただ黒い物体が飛んでると。ああ、非常に怖いですね。もうその時はもう思わずすごい恐怖心だったんですよね。それが最初の頃ですか？はっきり UFO 見た。あ、すいません、お客さん来ちゃった。あ、そうですか。どうしようかな。うん、あ、じゃあまた後ほど電話します。はい、はい、すいません。はい、よろしくお願いします。ですね、N さんの体験談をもう一回インタビューを再開します。はい、はい、N さん、じゃあ話の続きをお願いします。はい、わかりました。ですね、はい、要はその伊豆スカイラインの、はい、そのそこからですね、鶴川湾が私が見たような大きく見える場所がないって地元の人も言うんですよね。はい、私もその当初わけわかんなくて何だったんだろうと思ってたら、はい、たまたまあの UFO の主人の人からメッセージが来るっていう人がいまして。あ、それはどこに住んでる方？東京で。あのそうですね、青梅で。で、その人にそんな話したら、あんたその時拉致されたんじゃないって言われたんですよ。あ、あの、ちょっと話が急展開すぎて多分視聴者がついてこれないんですけど、あの、うん、その体験談をした時から何年か経った後の話ですか？そうですね、何年か経って、うん、そんな話をした時にですね、はい、要するに時間と場所が後で特定できないんです。特定できない。そう、その鶴ヶ穴が見えた場所も後から行ってないし、その該当する箇所がない。そう、それから、うん、走った直線道路上に飛んでた、その場所もないんです。ああ、あの追尾された直線道路もないと。ないんです。で、鶴ヶ穴が入って、伊豆スカイラインに伊東から入ったんですけど、はい、でそこから伊東から入って、その、そ
20分ぐらいかな、はい、20分ぐらいで、あのそこの方まで行っちゃってるんですね。あで、それから、うん、その拉致された場所から、はい、このイズスカレーンが終わってる場所までやっぱり10分か20分ぐらいで着いちゃってるんですよ。おだから本当にこう時間と場所とかも全然こうおかしくなってて、それでなんかたまたま知り合った宇宙人に拉致されたって人にその話をしたら、あなたは宇宙人にさらわれたんじゃない、拉致されたんじゃないのって言われたわけですね。そういうことなんですね。それが UFO に関してそこからスタートですよね。で2回目のコンタクトってのはいつなんですか？2回目はですね、はい、あの庭でこのさ、あの犬がね10時半ぐらい鳴くんですよ、すごい勢いで。夜の、はいはい、で2日3日目同じ時間に鳴くんで、はい、あの近所の野良猫なんかがよく来てるのかなと思って追っ払おうと思ったんですよ、うん、はい、で行ったら犬寝てるんですよ、そこで。あれ犬小屋でね。じゃあさっきの犬のは吠えてなかった、吠えてなかったんでしょうね、それで。ねえ、そうですよね。でも俺だと思って、そしたらね、うん、あの北側の方に、はい、真上ですけどね、北側の方に、あのキラキラキラってすごい勢いで光ったんですよ。光ったんですか、キラキラと。で、その時はもう、流れ星、うん、わすごい流れ星だなと思って、もう出てこないんだろうなと思ったら、はい、そしたらまたキラ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 ってすごい勢いで光りましたね。かなり近い距離ですか？そうですね、だ近いっていうか、その時いきなり、はい、そのマウダイハム型、ええ、その UFO がいきなりドーンと現れたんですよ。え、どういう形って言いました？今あのマウダイハムってハムの形、 あんな形の UFO が突然そう、あかなりじゃあ でかいですよね。でかいですね。で私はフッサですから、ええ、あのだいたい夜こう夜間アメリカの飛行機が飛んでたら見たりすると、その少なくとも3倍から5倍はあるような感じ、ああ米軍の戦闘機の3倍から5倍って相当でかいですね。でかいです、すごいでかいです。で夜ですから距離感があんまりなかったんですけど、で私の近くにあの大きな神社があるんだよね、木のある、生えてる、はい、そこに最初あの途中からあれって思ったら矢に透明感がこう感じるんですよ、その物体に。物体がね、はい、であれあれって風船なのかなと思ったら、うん、こうゆっくり回ってたからね、はい、で定番のオレンジ色の光があるんですよ。おで木に引っかかるのかなと思ったら、そのはるか上だったんですね、それが、それが初めて UFO っていう自覚したの、それが初めてかな。あ、その時初めてこれが未確認飛行物体だと、うん、っていうことですよね、うん、でそれから何回も、もう15回か20回ぐらい見てるんですね、いろんなやつを。いろんなタイプ、例えばどんな形のものを見てるんですか？真四角だとか、真四角、はい、うん、長方形とか三角とか。三角もあるんですね、はい、でそれから今最近の V 型、ええ、それからあと筒みたいなやつ。ああ、筒みたいな形状ね、うん、丸いやつとかはあるんですか？丸はなかったですね、光はありましたけどね。発光体みたいなのはあるということですね。うん、で宇宙人にさらわれてなんか空中にこう巻き上げられたというか、車ごと浮いちゃったっていう話はどうなったんですか？っていうのは多分ツルワーが座って見えたって言ったら、あんた車ごと上に上げられたのよって言われたんですよ。あ、その時の体験が実は、うん、あのこう車ごとUFO に引き上げられてしまって空中から見てたんじゃないかっていうことなんですか？そうなんですね。ああ、なるほどね。その時、うん、あの N さん、その時にあの記憶っていうのは実は対抗催眠とかで記憶を戻したりすることができるんですけど、そういうことはしたくやってみたいですか？うん、っていうのはね、ええ、あのその時一緒にいた彼女を、ええ、守ろうとしたのか、自分だけ逃げようとしたのかって、それを知りたくてさ。あ、ひょっとしたら、あのカノンさんとは今も交流があるんですか？いや、残念ながらね、振られました。あ、振られたんですか？振られちゃったんですか？じゃあ、逃げようとしたのかもしれないですね、ひょっとしたら。その可能性が高いかなと。あ、
まあ、まあ一番我が身が一番可愛いのは誰しもそうですけどね。味わったことない恐怖心だったんですよ、その時ね。ああ、宇宙人からメッセージが来たりそういうのは全然ないんですか？あの、実に言うとね、宇宙人からメッセージもらってる人たちが私に言うの、私のところにも来てるって言うんです、メッセージが。ああ、来てるんじゃないか。ただ、うん、私はほら、はい、あの、否定も肯定もしないし、そんな信じきっていないから、はい、あの、それで分かんないんだってよく言われるんですよ。ああ、なるほど。割と肯定も否定もしないですから、ええ、あ、それが分かんないんだって言われる。じゃあ、なんか、あなたには来てますよって言われたら、じゃあそれを受け入れる気持ちになったら、そのメッセージがちょっと理解できるようになるとか、そういうことですかね。かもしれないですよね。なるほど。ただね、その私の興味対象っていうのはもうどんどん変わってきて、で、だから本当に不思議な人といっぱいあるんですよ。あ、例えばどんな不思議な人って。50億年 の、その神話の世界、あの、地球の創生から、その神話のずっと世界を以前で見せられたって人とかね。え、そんな人もいるんですか？ああ、これもすごいですよ、この話聞いて。びっくりしますよ。それを夢でずっと歴史のたどって見せてくれるんですか、誰かが。そう。誰ですよね。宇宙人、まあ、だとそれしかないですよね。そうです。小さい人か、小さいって言ったら見せられたから、ええ、それがどういうことかっていうのを分かって、やっぱり社会人勉強し始めて、ああ、あの時のだっていう記憶が出るんですね。それじゃあ地球の歴史をずっと夢の中で見せられてる人がいるんですか？そうですね。もうその神話の世界の出来事、ええ、人間の存在、神の存在とかね、そういうの全て見せられてた。邪馬台国とか全部見てるんですかね。見てる。ああ、面白いですね、そういう話は。そう、断片的に何かがこうあると、こう分かるんですけど、あ、これそこに行ったとかね。ああ。だ、そういう人なんかもいるんで、まあ本当にとんでもない人たちと知り合いが多くて。ああ。なんでそういう人たちと出会うことが多いんですか？ああ、なんでだろうね。私もまあ、実は言うと私、私も小説書いてアマゾンで売ってるんです。あ、そうなんですか。そう。ええ。それが、ご縁で、あの、いろんな人と。そのペンネームを使った人はその女の人だったんです。ああ。なんとなくその人の名前がいいやと思って使ったら、ええ。で、話すようになったら、やっぱりとんでもない人だったの。そういう体験談を持つ人で。あ、なるほどね。うん、そんなこと面白い話が、うん、そのアインシュタインの中にも入ったって言うんですよ。アインシュタインの、あの、記憶のデータの中に入ったってことですか？データっていう、アインシュタインにその魂手術して乗り移ったらしいんですよ。おお、面白いですね。で、アインシュタインのほら有名な写真で、あの、舌を出してる写真あるでしょ？ありますね、はい。あれ、私がやらしたのって言うんだ。あ、ベロ出して。あの、ちょっといたずらっぽい表情でやって写ってる有名な写真ありますよね。あれ、私がさせたのですね。あの時アインシュタインに乗り移って。その人ってあれですか、あの、天文学者の人ではないですよね。いや、違いますね。ああ、なんか天文、木内さんって人でしょ。木内さんもなんかそんな歴史上の人物に乗り移ってなんかいたずらしたって話をしてますけど。で、だからマリアにも入って、ね、本当にイエス・キリストは馬小屋で生まれたとか言ってる人。馬小屋で本当に生まれたんですか？本当に馬小屋で生まれたって言ってた。マリアに乗り移った時にね。ああ、乗り移って見てるんですか、その時の。見てるんですね、ああ、面白いですね。で、面白いですよ。卑弥呼にも入ったんです。卑弥呼に入って卑弥呼は何やってたんですか？卑弥呼に入った時に、その出雲の、そのすごい大きな高い建物あったって言いますよね。あ、出雲大社。90メートルの。あ、出雲大社。ええ、そうですね。あそこは上がってたんですって、階段を。卑弥呼が。で、ま、うん。で、周りの人がずっと私を見てたんです。へえ。じゃあ、邪馬台国は出雲にあったってことですか？いや、それはまだ邪馬台国とはどうか聞いてないけどね。ああ、なんかたまたま、旅行かなんかで行ったのかもしれない。うん、面白いですよ、だからその話なんかもね。まあ、そう、あの、本当にちょっと想像でする感じですよね。ああ、幽霊なんかもよくご覧になったりするんですか？私？ええ。私は見ないですね、全然。あ、見ないですか？あ、
霊感みたいなのあるみたいですけどね。霊感はあるけど霊的なものは見ないみたいな。いや見たことないですね。ああなるほどね、わかりました。いやあどうもありがとうございます。あいいえ、あのそのなんか地球の歴史を見てきた人ってご紹介いただくわけにいかないですかね。またインタビュー聞きたいですけど。ああじゃあ電話して聞いてみます。そうですね、あのインターネットで調べた山口県の山口に、うん、あの西田敏行の敏に太郎と書いてビン太郎、ビン太郎、山口敏太郎と書いてビン太郎と呼ばしてますけど、ああはいはい、あの見てみますね。あの僕の経歴が出ると思いますので、はい、あのはいはい、坂戸先生とはどういう関係ですか。坂戸先生は共通の友人がいてもう6、7年のお付き合いになりますかね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。坂戸先生がなんか、あの腰痛の治療所を開く前から知り合いなんですよ。あ、そうなんですか。で、画期的な治療法を作った人がいるって言われて、で、会ってお話して、あ、面白い。で、ちょっと僕も腰が悪かったんで、治す方法を教わって、それ以来のお付き合いですね。あ、そうですか。それで僕の友達がね、J リーグのチームのオーナーとかやってるんで、で坂戸先生サッカーお好きなんでそこを紹介して、そのチームのスポンサーで入ってもらったりですね。あ、そうなんですか。いろいろ交流はしてるんですよ。あ、すごいですね、あの人ね。でも本当に素晴らしい人だと思うよね。あ、腰痛だとやっぱり一流、日本で一番優秀な先生じゃないですかね。ね、そうですよね、と思いますよ。腰痛で悩んでる50代60代多いんで、みんな行ったらいいと思うんですけどね。そう、私もね、私も一応治療院を開くあれに入ってるんですよ。ああ、そうなんですか。そう、自転車と両方やろうかと思ったね。ああ自転車はもう本当はやめたいんだけどさ、やめれてるってみんな言われっから。ああ、まあ、ね、まあ人助けでいいかと思ってる。まあ地元には必要な商売ですからね、自転車屋さんという、ね、そうなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんにね、ですね、もう やめれてくれって言われてるからね。ああ、じゃあちょっとまた、あのそのいろん卑弥呼に入った方はもしご紹介いただけるんだったら、またこの電話番号、僕の電話番号だから残していただいて、あの電話いただけますか。はい、600万、あの宇宙人とよ、あの、はい、会うって人もいるんですけど、どうします。それもちょっと待ってください。宇宙人と会う人、そう、4人の宇宙人立ってます。あとプレアデスからの生まれ変わりっていうのもいるね。あ、いろんな面白い人いますね、お友達に。そうなんですよ。あ、じゃあどんどん紹介してください。ねえ、いろいろインタビュー取りたいんで。分かりました。山口ピンタローって言えば知ってると思うんですけどね。あ、結構有名なんですか、山口さんって。いや、 UFO を研究してる人は大概僕のこと知ってるはずなんですけど。研究はしてないけどね、もう、まあ、好奇心でいろんなもの集まるだけの話でね。あの、平成の弥生純一っていう位置に僕がいるんで。そうなんですか。一応素晴らしいですね。 UFO 番組とかそういう企画をしたり、UFO の本とかテレビ番組は僕はよくいろいろ企画してやってます。あ、そうなんですか。そうです。あ、素晴らしいですね。あ、まあちょっと、たまたまこの間こう話しててね、あの坂戸先生 UFO を見てみたいなこと言ってたからね。あ、そうなんですか。で、私の知り合いのとこに何件か電話して、あの UFO 呼べるかって確認してるんですけどね。ただ、あまりそういう、例えば、ある意味一方的なんですね、宇宙人の方からね。そうですね。あの、村さんっていうのがうちの事務所にいて、うん、70歳なんですけど、村さんって人が、よくテレビで呼んでるんですよ、うちの事務所の。 あの人は呼ぶことが得意なんで、ちょっとあの坂戸先生にまたご推薦しておきます。わかりました。はい、どうもありがとうございました。あ、いいえ、とんでもないです。すいません、失礼します。どうも失礼します。はい、